どうも、こんばんちは、キシトです。シークレットゲーム続き読んでいきたいと思います。はい、だからこれには体操服とかも詰まったままです。総一を話しながら最後のリュックを指差した。総一たちは移動を始めていた。二人ともとりあえず出口を見つけたいということで意見が一致したのだ。ずっと一人だっただけに二人になったのは心強かった。自然と口を開く回数が多くなり、二人は情報交換をしながら通路を進んでいた。ごめんなさいね、みつるぎさん。え？軽く笑いながら突然頭を下げる子だ。よく考えたら、こんな見るからに学校帰りの学生さんが誘拐犯もないものだわね。本当にごめんなさいね。私、ちょっと混乱して冷静さを欠いていたわ。その声は真剣なものだった。いえ、とんでもない。頭を上げてください、ゴーダさん。真面目に頭を下げたゴーダに、総一の方が逆に恐縮してしまっていた。こんなところに連れ込まれたら当たり前ですよ。だからなんとか顔を上げてもらおうと必死に喋る総一だった。ありがとう、ミズリーさん。ゴーダは顔を上げると、にっこりと微笑む。その顔を見て総一は、ようやく落ち着きを取り戻すことができた。いいんですよ、もう。それで、ゴーダさん、あなたが誘拐されたときはどんな感じだったんですか？すると、ゴーダは笑顔を消し、腕を組んで少しだけ考え込む。しばらくすると、彼女は組んだ腕を崩し、指を一本立てて調書を取るようにしながら話し始めた。私の記憶は、商談の帰りに車に乗ったところまでね。そこから先は覚えてないわ。多分薬でも欠かされたんじゃないかしら。薬ですか？同一にはピンとこない。多分ね、普通に眠ってるだけなら運ばれてる間に気づくと思わない？そう言った時だけゴーダはおどけてみせた。俺、多分運ばれても起きないです。いつも友達に起こすのに苦労するって言われます。まあゴーダは背中を丸めて笑う。眠りが深いのね、みつるぎさんは。でもそれだって、立って歩いているうちにいきなり眠るのは無理でしょ。みつるぎさんも連れ去られる時には薬をかがされたんだと思うわ。そう思います。それか頭を殴られたりとか。ゴーダがそう言うと、そいつはパッと後頭部に手を伸ばした。コブはないみたいです。ゴーダが本当に楽しげに笑った。その時のことだった。笑っていたゴーダの顔がわずかに下がる。え？そしてその顔が驚きの表情に変わる。ゴーダさん、危ない！総一の目はゴーダの背後に迫る金属の棒を捉えていた。壁から飛び出したそれは、まっすぐにゴーダの後頭部を狙っていた。ミツルギさん！総一は驚いているゴーダを引き寄せると、ぐるりと体を反転された。総一はスポーツタイプのリュックを背負っている。それで金属棒を受け止めるつもりだった。少し高めの破砕音とともに鈍く光る金属棒が総一のリュックに当たる。わっ！その大きな衝撃の息の詰まる総一だったが、幸い被害はそれだけにとどまった。だが総一は動きを止めず、ゴーダを抱えたまま何メートルか移動した。他にも何かが起こるかもしれないからだった。しかし、総一の心配は杞憂だったようで、それ以上は何も起こらなかった。もう、大丈夫みたいだな。背後を確認した総一は、思わずため息をついていた。大丈夫ですか、ゴーダさん。総一は抱きしめていたゴーダを解放しながら尋ねる。ええ。そのゴーダは、ショックが抜けないのか、驚いた表情のまま、曖昧にうなずくにとどまった。今の出来事はこの建物に仕掛けられている罠のようだった。ゴーダが踏んだ床板がスイッチになっており、壁から棒が飛び出してスイッチを踏んだ人間を殴りつけるという仕掛けらしい。しかし幸いそれだけの仕掛けだったようで、それ以上の攻撃はされずに済んでいた。ひどいな、これ。ちょっとでも遅れたらゴーダさんは頭を殴られて重傷だったかもしれないな。同一は改めて罠を見て身震いしていた。止めの金属棒、そして飛び出してきた時の速度。あのままゴーダの頭に当たっていたら、ただごろでは済まなかったんだ。
そう思うと総一はあの瞬間に体が動いた自分を褒めてやりたい気分だった。え、ちょっと待って、それって、ん？背後からゴーダの戸惑ったような声。総一がてらいと振り返ると、ゴーダが青い顔で総一に近づいてきていた。三剣さん、ちょっといいかしら。はい、なんでしょう。あなたのリュック開けてもいいかしら。何かさっきすごい音がしたでしょ。中身が壊れてるんじゃないかと思って。そんなこといいんですよ、ゴーダさんが助かったなら問題ないですよ。心配そうなゴーダを尻目に、そいつは軽く笑う、明るく笑う。人の命ほど大事なものはこのカバンには入ってないさ。しかしゴーダはそいつを逆に真剣なままだった。いいから中を見せて、三剣さん。そしてその強い言葉。はあ。そんな彼女の態度を奇妙に思った総一さが、反対という理由もないので、素直に背中からリュックを下ろした。やっぱり壊れてしまってるわ。ゴーダは蒼悪な表情で総一の PDA を握りしめていた。構いませんよ、別に。ゴーダさんの頭の代わりになるようなもんじゃありませんし。ゴーダが心配していた通り、総一のリュックに詰められていたもののうち、昨日いくつかが壊れてしまっていた。その中でゴーダが最も注目したのは総一の PDA だった。 PDA は液晶画面にひびが入っており、スイッチを押し込んでも反応がなかった。休眠中に画面に保有されていたスペードのエースも消えてしまっており、どうやら完全に壊れてしまっているようだった。なんてことなの。ゴーダは放心したように PDA を見つめていた。どうしたんだゴーダさん、やけに気にしてるみたいだけど。ゴーダさん、どうしたんですか。別にそんなもの壊れてもいいじゃないですか。気にするようなことはありませんよ。どう考えても冗談としか思えない内容の記された PDA。 高一にとって荷物の中では一番壊れても構わない代物だった。これに比べたら、へこんでしまったペンケースや潰れてしまった卓球のボールの方がよっぽど残念なのだ。だからそんなゴーダの態度は掃除には不可解だった。でも私のためにこんな。それ以上いい子なしですよゴーダさん。それに心配しすぎですって。こんなもの壊れたって一体どうだって言うんです。ゴーダは沈黙する。しばらく PD を見つめたままでいたゴーダだったが、やがて絞り出すようにつぶやいた。そうね、その通りよ。こんなもの冗談でしかないわよね。ね、俺が本物だった時のことを心配してくれているんだろうけど、心配しすぎだよゴーダさんは。どうせ冗談に決まってるんだからさ。でも俺のことを心配してくれてるんだよな。これ以上言うのも悪いよな。よしゴーダさん、そろそろ行きましょうよ。ここにじっとしててもどうにもなりませんし、俺お腹減ってきましたよ。総一はゴーダの手から壊れた PDA を取り上げると、再びリュックに放り込んだ。そして口を閉じると、えさたと背負ってしまう。多少強引にでも、こうしてしまった方が早く元気になってくれるさ。さあ、行きましょう、ゴーダさん。総一は怪我そうな顔をしてるゴーダに笑いかけると、楽に立って歩き始めた。罠にはまって以降、最初は黙り気味だったゴーダもいくつか部屋を抜けると帽子を取り戻していた。三剣さん。はい。まだお礼を言ってなかったわよね。そういえば何のお礼ですか。総一は何言われているのかわからなかったが、ゴーダの調子が元に戻ったことは内心で喜んでいた。罠から助けてくれたことのよ。ああ、別にいらないですよそんなもの。ゴーダさんだって役なら助けてくれたんでしょ。それとこれとは話が別よ。ゴーダは笑い出す。ありがとう三剣さん、あなたのおかげで無事で済んだわ。そしてそのまま頭を下げた。もうゴーダさん、やめてくださいよ、まだそんな大げさに。総一は口ではそう言っていたものの、ゴーダにそう言われて少しだけ嬉しかった。誰かの助けになることは悪い気はしないのだ。それにゴーダが元の調子に戻ってくれていることも、そんな気分に拍車をかけていた。しかし、そのゴーダはすっぽんきょうな声を出して顔を上げた。そして、もどもどと自分の服を触り始める。どうしたんですか？それが。
ゴーダは少しだけ顔を赤くしてうつむく。ゴーダはそろそろ40代に差し掛かるという話だったが、その時の彼女の仕草、総一には少女のように見えて少しだけ微笑ましかった。実は今のでブラが外れてしまったみたいで。そしてゴーダは頬に手を当てながら照れ隠しのように笑い始める。ああ、そいつは。今度は総一の方が赤くなる。思わずゴーダの袋の中を想像してしまったのだ。40代近いといってもゴーダは女らしいプロポーションを保っている。総一がそんな想像してしまったのも無理からぬことだろう。あの、三剣さん、一つ前に覗いた倉庫に戻ってもいいかしら。あ、はい。でも、なんでですか。総一は動揺して高くなり気味の声を必死に抑え込む。そのブラを、じゃない、服をちゃんと直してこようかと思って。すみません、無神経で。構いませんよ、すぐに行きましょう。総一は慌てて頭を下げる。しまった、またやっちまった。以前からデリカシーがないって言われただろう、総一。ありがとう、三剣さん、助かったわ。この時に総一がゴーダの顔を見ていれば、彼も何かに気づいたのかもしれない。しかし総一は激しく動揺していた上に頭を下げていた。彼女の顔を見る余地はどこにもなかった。ありがとう、三剣さん。彼女のその優しげな声、総一がそこから想像したのは彼女がたびたび見せていたあの笑顔だ。しかしこの時彼女が浮かべていた表情はひどく冷静だった。まるで家畜の幸せのするかのように冷淡で感情のこもっていない鋭い瞳だった。倉庫に入って一人になったゴーダは自分の PDA を取り出してそこに話しかけた。私よ、聞こえて。聞こえています、ゴーダさん。で、どうでした。すると PDA からは男の声が流れてきた。ゴーダは背後の扉を気にしながら PDA のボリュームを絞る。この会話は扉の向こうの総一に聞かれてはまずい内容だった。あなたの言う通りだったわ。エースの PDA はもうダメよ。大失敗だわ。私のボンミスでプレイヤーの PDA を破損させてしまうだなんて。査定に響くわね、これは。ゴーダは額に手を当てて嘆く。それは心底残念そうな声だった。それでどうします。それなんだけど、まず彼に優遇措置を取りたいの。優遇措置ですか。ええ、私が彼の PDA を壊してしまったことへのバランスを取らないと。このままでは彼が振りすぎるわ。武器や道具、地図なんかを私たちの進行上の部屋に配置しておいてほしいの。これがまず一つ。わかりました。他には。上にエクストラゲームを申請してちょうだい。それを口実に彼にも生き残るチャンスを作りたいの。明日エクストラゲームエピソード2から発生する新しいゲームね。俺、このまま彼を負けさせてしまったら勤務評価どころの騒ぎじゃなくなるわ。彼にかけた方たちに不快な思いはさせられないでしょ。そうですね、彼は一番人気ですし。ちょっと待ってください。 OK です、許可が出ました。助かるわ。詳細は任せるから、お客を納得させられるような演出にしてちょうだい。ディーラーとの接触も忘れないで。わかりました、お任せください。お願いね。それじゃあまり時間がないから、これで切るわね。了解です。その声を最後にゴーダの PDA は再び沈黙した。よしと。三剣さん、もうちょっとお待ちになってくださいな。そしてゴーダは PDA をバックにしまうと、何事もなかったかのように着ている服を整え始めるのだった。まあ、これにより総一がちょっと優遇されててね。なかなか出口が見つかりませんね。手がかりもないのに動き回ったのは迂闊だったかしら。でも仕方ないですよ、ここまで拾えたなんて思わないじゃないですか。ミニ壁沿いに移動を続けていた総一たち、すでに移動を始めたから1時間近くが過ぎようとしていた。罠の時から数えてもすでに30分近い計算だ。地図が欲しくなりますよね、これだけ広いと。地図？地図ね。ゴーダは何かがひらめいた様子で自分のバッグに手を突っ込んだ。そして彼女はそこから PDA を引っ張り出してくる。これ、もしかしてここの地図じゃないのかしら。
ボーダー PDA を操作すると装置に向かって差し出した。最初に見た時は複雑すぎてまさかここの地図だとは思わなかったんだけど。あ、そこに表示されていたのは確かに地図だった。いくつもある小さな部屋を細長い通路が複雑な経路で繋いでいた。画面の左上にはトップ、機能、地図という文字が表示されている。どうやら起動直後の表面、画面から機能を呼び出すところの地図が見られるようだ。でもこれだけ歩かされた後だとここの地図かもしれないって気にならないかしら。確かに俺もそんな気がしてきました。多くの部屋と複雑な通路、それはこの1時間歩かされた建物のそれを彷彿とさせる構造だった。似た場所がないか探してみましょうか。そう時間はかからないでしょうし。本当にここの地図ならとかかりますよね。そして総一とゴーダは2人で1つの PDA を覗き込みながら地図を眺め続け始めた。ここなんかどう？これだと手前のところで左に折れてないから違うんじゃないかと。反対のこっちなんてどうです？2人が地図を見始めてから10分ほどが経過していた。手がかりがこれまで歩いてきた一巡の記憶だけということもあり、二人はなかなか現在地を見つけられずにいた。近い部分は似てるみたいだけど、私と三剣さんが出会ったあたりまで再現しているようには見えないわ。なかなか難しいですね。やっぱり似てるだけでここの地図じゃないんでしょうか。ちょっと待って、これはどう？ゴーダーを腕組みをして考え込んでいた総一を手招きする。どこです？これ、ここ。こっちが罠にかかった場所だとすると、おおよその道順は合ってると思うのだけど。あ、ほんとだ。これ合ってますよ。ここがこうで、右に曲がって、それでこうなってて。うん、間違いない。自分の居場所を確認できたことを喜ぶ装置だったが、すぐにその表情が暗くなった。どうしたの、三剣さん。この地図が本物だとすると、これだけ広いということですよね。総一は地図を指差した。広さについては総一の言う通りだった。全体に比べると、これまでに移動した距離はそう長い距離ではなかった。現在の位置、歩いた距離、通路の幅、角から角までの距離、そういったものを統合すると、明らかにこの建物は縦横で数百メートル以上の長さがある。下手をすれば1キロを超えているかもしれない。その中を通路が縦横無尽に走っており、多くの部屋をつないでいる。直線で1キロの距離でも、これだけ入り組んでいれば、全長で十数キロの距離がある。その上、通路や部屋に罠がある心配をしなければならないから、あまり急いで移動することができない。残念ながらそうなるわね。最短コースを選んでも、目的地に着くまで2時間とか、そんなことを考えないといけないわけね。厄介なことになりましたね。そうでもないわよ。え？表情の暗い総一に対して意外にも豪華な表情はわかる。考えようによってはあと2時間歩けば確実に出口に着くってことでもあるわ。豪華は笑顔で PDA の画面を叩いた。総一がその部分を見ると説明のない図面だけでは分かりにくいが、確かにエントランスホールのような構造の部屋が存在していた。そうですね、同一は言われてみれば、ゴーダの言う通りだと思った。これまではただ、闇雲に歩いていただけ。いつ出口に着くともわからない、あやふやな状況だった。しかし今は少なくとも、出口がどこで、そこまでどれくらいで着くのかがわかっているのだ。悪い方、悪い方に考えないことよ、三剣さん。そうですね。ありがとうございます、ゴーダさん。そして二人は、再び出口を目指して歩き始めた。これで部屋が6つ目とは。そこは PDA の地図に気づいてから6つ目の部屋。目立つエントランスらしき場所までの距離を、半分の距離を来たことになる。直線距離で言えばもうすぐそこなのだが、通路はこの先で一度エントランスから遠くに離れていってしまう。そこがこの建物の悩ましい部分だった。地図は間違いないみたいね。ここまで地図通りだから、さすがにもう疑う必要はないわ。そうですね。これで少し移動が楽になりますね。闇雲に移動する必要はない。右壁沿いに移動することもない。でも気を抜きすぎないでね、罠のこともあるし。そうですね。とはいえ忘れてならないのが罠の存在だった。
そうたちが罠にはまってから2時間近くが経過していた。その間に新しい罠には遭遇していない。どうやら罠はあそこだけであったか、あるいは仕掛けられている頻度が極端に低いようだった。とはいえ例の罠では大怪我する可能性があっただけに、もうないと断定するのは早計だ。あれ、そんな風にゴーダと話をしながら部屋に入った統一だったが、そこでこれまでの部屋にあったものとは全く違うものを見つけた。見つけたものとは真新しい段ボールの箱だった。どうしたの、三つ木さん。ゴーダさん、あれを。総一は奇妙に思いながらその箱を指差した。段ボール箱よね。はい、でも見てください、あれだけ妙に新しくありませんか。え、総一の指摘にゴーダは箱を見直した。部屋の真ん中に置かれていたのは真新しい段ボール箱。それは部屋に置かれているものとは違って汚れはなく、埃も蓄積していなかった。部屋にはこれ以外にも段ボールはあるのだが、そちらはきちんと汚れていた。変に新しい段ボールがまるで見つけてくれと言わんばかりに部屋の中央に置かれている。小一が奇妙に感じたのはそういう理由だった。何かしらあれ、もしかしたら罠だったりするんじゃ。ありえなくはないわね。そう言いながらもゴーダは段ボール箱へ近づいていく。アシタリは罠を警戒してるが、ゆっくりとしたものだ。ゴーダさん、ミツルギさんはそこで見てて。何が起きるかわからないから、そこで全体を見ていてほしいの。それで何かが起こったらすぐに教えて。ゴーダの声は真剣だった。それだったら俺が。あなたに怪我をさせたらご家族に何と言えばいいのかしら。ここは黙って大人に任せなさい。そう一度見て軽く笑ったゴーダ。しかしすぐに表情が硬くして箱に近づいていく。幸いなことにゴーダが箱に近づいても何も起こらなかった。そしてゴーダは慎重に箱の蓋を手にかける。開けるわよ。あ、はい。分厚い壁の擦れ合う音が部屋に響く。それでもやはり何も起こらなかった。部屋の様子をぐるりと見回して異常がないことを確認すると、総一は胸を撫で下ろした。み、三剣さん、ちょっと来てくださらないかしら。しかし箱を覗き込んでいたゴーダの様子がおかしい。彼女は慌てた様子で総一を手招きしていた。ゴーダさん。総一はすぐに走っていく。一体どうしたんだ、あの顔はただごとじゃないぞ。見てこれを。ゴーダに記された中を覗き込んだ総一は目を向いた。これって拳銃よね。ゴーダが総一に確認する。そう、箱に入っていたのは一丁の拳銃だった。一回で手に入っちゃうっていうね。おい、マジかよこりゃ。総一の額に冷や汗がにじむ。同時に背筋に寒気が走った。そこにあったのは38口径のリボルバー式の拳銃だった。構造が単純で使いやすく、素人の総一でもその使い方は知っていた。その銅鉄製の本体はオイルで鈍く光っている。総一にとってその輝きは映画やドラマの中の存在だった。本物なのかしら。隣にいるゴーダの音が鳴る。その気持ちは総一でもよくわかった。確かめてみます。総一はゆっくりと箱の中に手を伸ばした。拳銃が箱に入っている他のものにぶつかって重たい音を立てる。何にぶつかったのか総一には見えていない。彼の注意のすべては拳銃に向けられていた。総一が持ち上げると拳銃のメカニカルな部分がわずかな音を出す。手の中に感じるのはずっしりとした重み。樹脂製のグリップ越しにもその重圧で冷たい銅鉄の感触は伝わってくる。こいつはモデルガンの重さじゃない。総一は内心で当たりつつも断層を開き操作する。するとリボルバー部分が横にスライドして銃弾が丸見えになった。そして総一はそこから慎重に弾を引っ張り出した。奇妙に高い風鈴のような音を立てて総一の手の中を銃弾が転がる。それは総一の知っているようなプラスチックな弾ではない。
定期の方法で、受像かあるいは、断像された文字通りの名前玉だった。ミツルギさん、どう？本物なのかしら？ゴーダさん。声をかけられた総一はそこで我に返った。質問をまるで聞いていなかった総一は不思議そうな顔のままゴーダに取り返す。しっかりしてちょうだい、ミツルギさん。銃は本物だったの？すみません。どうやら本物みたいです。なんとかそれだけ答えると、総一は再び手の中の拳銃と弾を見つめる。それが自分の手の中にあるというショックは小さくなく、総一の頭の中は真っ白だった。本物なのね。どういうつもりなのかしら、一体。誘拐の犯人は私たちにこれを渡したかったのかしら。それとも単なる忘れ物かしら。ミツルギさん、あなたはどう思うかしら。しかし総一はそれに答えることができない。すでに状況は総一の理解を超えていた。ミツルギさん、本当に大丈夫なの？だから総一が元の調子を取り戻すまでにしばらく時間が必要だった。総一が気を取り直したのはそれから10分近く経ってからだった。すみません、ちょっとショックが大きくて。私もそうよ。総一が申し訳なさそうに頭を下げる。しかしゴーダは特に気にした風もなく、気にするなと首を横に振った。それに比べてゴーダさんはすごいです。銃を見ても動じないなんて、ちょっと自分が情けないです。男の子と違って銃なんて見せられてもピンとこないのよ。どのくらい痛いのかとか想像もつかないし、歳は取ったけどこれでも女の子ですからね。そう言ってゴーダは目を染めた。その映画を見ながら総一は確かにそんなものかもしれないと思った。好んでアクション映画なんかを見たりしなければ、今の日本では銃の威力なんて知る機会はない。それはそうと、ミツルギさん、他にも箱の中にはこんなものがあったわ。ゴーダは総一がぼーっとした間に箱の中から引っ張り出したものを総一の前に並べていく。食料、ナイフ、救急セット、あとこんなのもあったわ。ゴーダは救急セットの箱の上に銀色の輪を2つ、チェーンレスに投げた道具を置いた。手錠？何に使えというのやら。ゴーダはそれを見ながら呆れたようにため息をつく。手錠は刑事物のドラマで見るようなものとはこったり、チェーンがやや長めになっている特別性だった。それとこれもミツルギさんには便利だと思うわ。ゴーダは掘り進まれた紙のタブを総一に手渡した。何ですかこれ。ここの地図だったわ。PDA の地図と比べてみたから間違いないわ。地図？総一は掘り進まれていたそれを開いた。地図の大きさはちょうど開いた状態の新聞と同じくらいの大きさだった。そこに6つの建物の断面図が書かれていて、それぞれに1階から6階までの階数表示が刻まれていた。1階を見てみると、確かにゴーダの言う通りで、先ほどまで彼女の PDA でたびたび見せてもらっていた地図を同じものがそこに印刷されていた。どうやら PDA の地図と同じものを単純に印刷したものであるかのようだった。この建物って6階建てなんですね。一度に6階分印刷されている地図を見て、総一は今になってそれに気づいた。 PDA でも階数表示の変更はできたのだが、総一はそこにあまり注意を払っていなかったのだ。ルールに書いてあるように上のフロアに行かなきゃならないとしたら、相当に骨が折れそうだわね。出口を探して移動するだけでこれだけの手間がかかっている。それを6回繰り返すことを考えてみると、あまり楽しいことは想像できなかった。ともあれ、その地図はミツルギさんにはちょうどいいんじゃないかしら。 PDA が壊れてしまったわけだし、それがあるのとないのとではいざという時に違ってくるわ。いざって？はぐれたり罠にはまったりってことよ。それに銃やナイフを見たら、あまり楽観していられないような気がしてきたわ。目の前にこんな現実の脅威があるんだもの。そうですね。総一にもすでに自分たちを火に追い込むに十分な要素は揃っているように思えた。迷路上の建物ではぐれてしまったら、あるいは罠にかかってしまったら、銃やナイフで武装した何者かと出会ってしまったら、単純に考えても誘拐の犯人は確実に同じものを持っているのだ。じゃあ地図は俺がもらっておくとしたら、拳銃はどうしますか？それもミツルギさんにお願いするわ。
私が持っていても使い方がわからないし。いいんですか？俺が持ってても。いいわよ、別に。それで私を撃つつもりもないんでしょ？ローダ楽しそうに笑う。それはもちろんです。そうよね。そうでなきゃ、私を助けた意味がないものね。ローダは総一を信用しているようだった。わかりました。残りのものは？ナイフ、救急箱、そして手錠。まだ3つ残っている。悪いけど、それも水着さんが持っていてくれないかしら。全部ですか？ええ。謎いた彼女は持っていた自分のハンドバッグを持ち上げてみせた。どれもこれもこのバッグには大きすぎて入らないのよ。まあ確かにそうですね。彼女の革製のハンドバッグは高級ソファーが小さめのデザインだった。残りのどれも入りそうになかった。それじゃあ全部俺のリュックに入れておきます。まだまだ余裕がありますし。ごめんなさいね、三剣さん。いいえ、こういう時ぐらい若さが役に立つべきだと思いますよ。こうして見つけられた道具類は全て総一のリュックに収められることになったのだった。さて行きましょうか。総一がリュックの口を閉じると詰め込むものを手伝っていた郷田は両手を叩いて立ち上がる。はい。総一も立ち上がるとリュックを背負う。あれ、その時総一は何かが聞こえたような気がした。三剣さん、何か聞こえませんでしたか？そう言われた郷田は口を閉じると耳を澄ました。ほらおじさん、絶対こっちだって。話し声がしてたんだからさ。待ってくれ長澤君、そんなに急いで行かないでくれ。早く行かないといなくなっちゃうかもしれないじゃないか。すると今度は背後からはっきりとそんな声が聞こえてきた。総一たちがやってきたのと同じ通路の方向だった。どうやら音源の方がこちらに近づいてきているらしい。やっぱりいるみたいだよ。葉月のおじさん、早く来てってば。そのすぐ後、開けっぱなしになっていた扉から一人の少年が姿を現した。続いて中年男性が後を用意して姿を見せる。その取り合わせはまるで親子のようだった。少年の方は総一よりも何歳か年下のようで、小学校の6年生かあるいは中学生といった風情だ。着ている服は私服で、特にファッションに気を使っているようには見えない。その体格と合わせて考えると中学生よりも上ということはないだろう。もう一人はすでに50代かそれ以上といった雰囲気の中年男性だった。着ている服はスーツ、特に高級そうには見えないからサラリーマンか公務員といったところだろう。背は高めで穏やかそうな顔をしており、少年と一緒にいるとまるで末っ子を連れているサラリーマンのお父さんだった。見たところこっちと同じような状況みたいね。そうみたいですね。聞こえてきた会話の内容、そして誘拐犯には見えないその姿、何よりその首には銀色の首輪がはまっていた。それらを統合すると総一にも向こうとこっちと似たような状況に思えた。ちょっといいですか？それは向こうも同じだったのだろう。5人のコンタクトは穏やかに始まった。僕の名前は葉月克美、こっちの子は長澤雄二か。はい、というわけでね、じゃあ今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、ウェイカもしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。